皆さんこんにちは。北海道から目指せボートレーサーの配信を始めさせていただきます。司会の渋谷遥です。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ご参加いただくゲストをご紹介していきましょう。リモートにて出演していただきます。ご参加いただく現役ボートレーサーはこちらの方です。北海道出身110期東京支部所属の三浦啓太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道旭川市出身、三浦啓太と言います。今回はボートレーサーを目指している方に有益な情報を送れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いて現役ボートレーサーはこちらの方です。北海道出身119期滋賀支部所属の孫崎桃代選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北海道出身、119期滋賀支部孫崎桃代です。北海道からボートレーサーが増えたらいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いては北海道コンサドーレ札幌にて在籍8年間のうち5年間にわたってキャプテンを務め、2019年現役引退後は北海道コンサドーレ札幌のコンサドーレリレーションズチームキャプテンとして活動されていらっしゃいます河合隆二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コンサドーレ札幌リレーションズチームキャプテンの河合隆二です。今日は北海道出身の2人の現役レーサーとのトークショー、非常に楽しみにしてきました。よろしくお願いします。河合さん、よろしくお願いします。北海道にはレース場がないと思うんですが、今現在ボートレースとの関わりというのはどうでしょうか。まあ、アンテナショップの大輔さんが、あるので、はい、そこでこうボートレースも実際に展示してあったりだとか、はい、非常に面白い空間があるので、割と触れる、身近に触れ合えることはできるかなっていう印象ですね。コンサドーレ札幌のチームとしても何か関わりがあるんでしょうか。ボートレースさんが、はい、我々北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナーでもあるので、はい、まあ、そこで一緒にこう活動していこうということ で、はい、で実はこう今日ですね、はい、孫崎選手いらっしゃるんですけども、はい、孫崎選手は、コンサドーレのパートナーアスリートとして、一緒にこう活動していくパートナーでもあります。じゃあ、お二人はお会いしたことはあるんですか。あります、はい、あ、そうなんですね。お久しぶりです。お久しぶりです。そして現在は CRC という肩書きで活動されていらっしゃいますが、はい、実際にはどんなことをされているんですか。北海道コンサドーレ札幌と、パートナー企業様をつないだりですとか、うん、まあ、行政機関とかファンサポーターをつなぐ存在として、まあ、日々奔走しております。レーサーのお二人は交流を持たれていたり、何かエピソードっていうのはありますか。北海道出身ということでデビューした時から話しかけていただいて、とても心強かったです。なおかつ北海道出身の選手が今6名しかいないんですよ。最近増えたぐらいですね。そうなんですね。そうなんですか。今期のデビューした東京の後輩に帯広出身の、はいはい、そうなんですか、知らなかった。そう、昨日までレース一緒で。ではここで北海道の魅力について伺っていきたいんですけれども、まあ、高校まで旭川に住んでたんですけど、その時によく行ってたラーメン屋さんということで何回か紹介させてもらってるんですけど、はいはい、このあ、すごい。三浦選手がやってるとこじゃないですよね。僕はやってないです。あ、でも昭和57年創業、結構歴史のあるラーメン屋さんですね。旭川ラーメン美味しいですもんね。旭川のラーメンフリーってとこなんですけど、はい、全然お金とかももらってないし、ただ食べさせてもらってないんですけど。味噌ラーメンですか。旭川の、まあ、全部あるんですけど、はい、まあ、売りは味噌みたいですね。孫崎選手はどうですか。旭川の、はい、パウダースノーです。パウダースノー。はい、旭川は多分世界一の雪質なので、はい、それをぜひ滑ってもらって、じゃあそのラーメン屋さんに。そうですね。あ、最高だな、はい、それは最高ですね。すごいコースですね。はい。寒いんでやっぱり溶けないですよね、はい、ああ。溶けないから、なんていうかな、家の前に降り積もった雪とかをこう、はい、手で持って、はい、バサーってやると、はい、なんかもう
霧みたいになるっていうか、へー、こう漂う、手で持って、はい、ふってやったらパッてなくなります。なんかすごいですね、幻想的ですね、うんうん、ですね。では河合さんのおすすめも教えてください。でお店で言うと、はい、まあ、あの宣伝じゃないんですけど、はい、ここもアンテナショップの大輔さん、はい、おここはね、もうトークショーに持ってこいぐらい広い場所ですし、美味しいですよね。美味しい。どんなものが食べられるんですか。やっぱりこの海のもの、うん、海産物、日高の方から仕入れてるって言ってましたかね、うん、そこのものが結構新鮮で美味しいんですよね。やっぱり全道の食材が入る、手に入るんじゃないかなとは僕は思って、ボートも展示してますので、はい、うん、皆さんぜひボートに触れてほしいなと、はい、そうですね。では続いて、あのどうして今の職業を目指したかっていうのを聞いていきたいんですけれども、三浦選手は実はこのレーサーになる前、ピアノの調律師をされていたんですよね。調律技能士として4年間、はい、東京で勤務させていただいてました、はい、でその調律師として働いている時に、はい、まあ、やっぱり理想と現実のギャップみたいなのを感じて、ちょっとあのこのままずっと続けていくのはどうなのかなって思ってる時に、たまたまボートレースっていう職業があるっていうことに、まあ広告かなんかを見て知って、そこからちょっと目指してみようかなって思いましたね。それまではボートレースに触れたことはほぼなかったですか。いや、ほぼないですね、まあ、職業自体もほとんど知らな、はい、知ってたか知らないかも分かんないぐらいだったんで、はい、うん、まあ本当たまたまだったと思いますよ、そのきっかけは。それが大体何歳ぐらいの時だったんですか。22ぐらいですかね、22、23ぐらいの時に受験してたんで、うん、その調律師から転校するほど魅力を感じさせた、はい、その要素っていうのは何だったんですか。まあ、小柄な人が活躍できるスポーツっていうところが、はい、まあ、結構普通のスポーツと違うところなのかなと思って。確かにそうですね、はい、僕もちょっと身長も低くて体重もあの結構普段からあの軽かったんですけど、まあ、そういうところが合うんじゃないかと思ったのとか、まあいろいろあるんですけど、やっぱりあの賞金頑張っただけもらえるっていうところも正直あの魅力には移りましたね。そこが一番ですよね、うん、一番かもしれないですね。大事です、大事です大事ですね、うん、僕からしてもやっぱり魅力はありますからね、まあ、インパクトはすごいありますね、はい、もう考えられないぐらい の、 あの稼ぎをちょっと調べたら、やっぱり若手で活躍してる選手とか、まあ、あのいるんで、本当にこんな世界があるのかっていう、なんだこの世界はっていう、まあ、最初のインパクトはそんな感じでしたね。そして孫崎選手は、はい、留学して看護師になって、はい、そこからボートレーサーなんですよね、はい、そうですね、はい、ここもまた大きな変化が異色すぎますね、はいはい、もう何でもやりたいんじゃないですかね、多分性格的にも好奇心旺盛な方ですか、はい、そうですね、はい、ボートレーサーっていう職業を知ったのはどのくらいの時期だったんですか、うん、まあ、遅かったですよ、24とか5ですね、うん、ということは、はい、実際看護師として働き始めてから、働いて4年半でボートレーサーを目指したんですけど、はい、多分看護師になって1年目ぐらいの時にボートレーサーみんなに行ったことがありました。あ、そうなんですか。友達と、はいはい、でそこからしっかり看護師として4年半ぐらい働いた後に、うん、また出会いがあって、ボートレースとの、はい、なんか知り合いの人にボートレーサー目指してみたらって言われたのがきっかけで、ボートレーサーってあれかみたいな、あの時のみたいな、そう、それやるのか私みたいな、はい、でやりました。え、その時はどんなことに魅力を感じたんですか、はい、あ、何も考えてなかったです、なんか何も知らなかったです。いや、でもそういう話ってやっぱり、うん、あの、はい、後輩たちに、うん、そうですね、影響を与えると思うんですよね、はい、こうトライしてみて飛び込んで、うん、そこに順応できる、うん、しなきゃいけないっていうのはやっぱりすごいなって思いました、うんうんうん、
そして河合さんは小さい頃からサッカーはやられてたんですか？そうですね、僕は4歳ぐらいからサッカーしてたので、まあ、あの2人と違うのはやっぱり小さい頃からプロ選手になりたいって思ってサッカーをしてました。でプロを目指した時期っていうのは、はい、J リーグが始まったのが中学2年生だったかな、はい、だったと思うんですけど、まあ、その時からやっぱり強くさらに思うようになりましたね。実際に慣れた時の気持ちって今でも覚えてますか？いや、やっぱりもう感無量でしたね。こう小さい頃の夢だったので、まあ、それを叶えた時は、まあ、両親も喜んでましたし、サッカー選手ってもう本当にそれこそ、まあ、例えば4歳5歳6歳とか物心ついたぐらいから例えばもうサッカー選手になりたいっていう、はい、目指してすごい頑張ってる人でも、なれるのは一握りっていう、そうですよね、プロサッカー選手、まあ、そういうイメージがあるんで、まあ、ボートレースとの大きな違いはなんかそこ一つあるかなって思いましたね。確かにお二人の意見聞いてるともうボートレーサーになろうと思った時期も違うじゃないですか。例えば萱原選手なんか僕が話聞いた時はあるんですけど、高校生ぐらいからなりたいと思ったって言ってましたし、夢を目指すのにこう早い遅いっていうのはボートレーサーには関係ないのかなっていう印象を受けました。そうですね、そこが大きな魅力ですよね。そうですね、もう誰にでもチャンスはありますし、こう年齢じゃなく、こう誰もが平等に目指せる、ではここでゲストの河合さんからレーサーのお二人に質問したいことなどがあれば挙げていただきたいんですけれども、はい、まあ、ちょっといやらしい話になっちゃうかもしれないんですけども、やっぱりそれ大金が魅力のスポーツじゃないですか、ボートレース、そこで、まあ、一着になったりいいレースをしたって時はあると思うんですよ。僕らサッカー選手だったら、まあ、優勝したっていう時は、ご褒美に時計を買ったり、記念に時計を買ったりとか、まあ、車買ってみようとかはあるんですけど、そういう中でじゃあ一着になったご褒美とかっていうのは何なのか知りたいです。私は旅行とか趣味が結構多いので、まあ、思った時に思ったところに行きたいと思ったらすぐ行ける環境だったりとかするのはありがたいですね。なんかインスタグラムとか見させてもらってるとすごくこう行動的だなっていう感じはします。はい、はいはい、まあ、それが自分のこう活力になるんでしょうね。こう旅行に行ってリフレッシュ、はい、でレースはレース、はい、非常にこの、はい、やっぱりアスリートとしてのメンタルが同じだなと思いました。はい、あ、次ちゃんと稼いだらキャンピングカー買います。お、いやいいですねそういう目標もいいですよね。はい、はい、なんかこうやって女性でもこういろんなことに挑戦できるっていうのが魅力だなって私感じるんですよね。そのあたり孫崎選手、周りの女性のレーサーを見たりとかご自身で感じることってありますか？みんなすごい自由ですよ。もう美容にも好きなだけお金かけてるし、はいはい、もう美容グッズすごいですから、ボートレーサーの。すごい、はい、すごいですよ、はい、これ女性は絶対チャンス広がりますね。そうですよ、そうですね、はい、もうぜひぜひもう自分のお金で好きなだけ美容にもお金かけられるしそう、旅行も行きたいだけ行けるし、主婦になった女子レーサーの話を聞いても、ずっと家で主婦じゃなくて、はい、こうレース行く時間が自分の時間リフレッシュになったりとかもするし、そうですね、すごい女の人にはいい仕事だと思います。ですよね、はい、ボートレーサーはちょっと長いイメージはあるんですけど、どのくらいまでこう寿命があるんですかね。70歳超えてやってらっしゃる方もちらほらいますし、もう本当60歳代とか、50代より上も結構いるし、長く活躍できるそのスポーツ選手っていう枠の中では、長く活躍できる仕事だと思いますね。普段アスリートとして心がけていることとかっていうのはどんなことなんでしょうか？河合さんは現役時代ってどうだったんですか？メンタル面を常に整えようっていうのは
考えてましたかね。例えばですけど、まあ、晩年試合出れなくなった時に、どういうメンタルでいったかっていうと、やっぱり悔しいんですよ。ただ悔しいからってじゃあクソ何クソってやっててもダメですし、そこにはやっぱり監督の選ぶ選ばないっていうのは僕にはどうしようもない出来事なので、あとは自分のやるべきことをやった、選ぶ選ばないは監督に任せて、そういう自分以外の、メンタル、自分の行動でどうにもできないメンタルは排除して、練習に臨んでましたね。もう今サッカーやれる環境に感謝してプレーしてました。素敵なお話でした。これがベテランの、はい、マインドです。ありがとうございます。今後の目標をお伺いしていきたいんですけれども、まあ、例えばこ の, あの選手ボートレーサー募集の放送を聞いて、目指そうと思って実際になった人が現場で一緒になった時に、あの放送を見て選手になりました、よろしくお願いしますとか言ってくれたら、もう本当にこんなに嬉しいことないですよね。すごいですねそれ。なんでなんかそれをちょっと僕妄想して見たんですよ。もしそんなことが来たらもう奇跡だなと思って、なんかそれを夢見て、その時まではその出てきた新人に絶対負けないように頑張りたいと思いますね。孫崎選手はどうでしょうか。ボートレースを通して自分の人生をこうハッピーに送れるようにこうどうにかしていきたいなと思っていますし、ボートレーサーとしても本当に A 級を目指して優勝に近づけるような、優勝できるような選手にはなりたいと思ってます。河合さんは CRC として目指していきたいものどんなところでしょうか。僕はですね、今まで選手としての経験をこう生かして、クラブと北海道をこうつなげる存在として自分のできることはやっていきたいと思ってますし、それっていうのはやっぱり北海道の皆さんにもっともっとコンサドーレを応援していただける、愛されるクラブになれるように努力していかないといけないと思うので、いろいろと自分のできることをやっていきたいと思います。楽しみにしています。さあ、ここまでゲストの方々からいろいろなお話を伺ってまいりましたが、まもなく終了のお時間となってしまいました。最後に北海道からボートレーサーを目指している方に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。それでは三浦選手からお願いします。はい、まだ10代とか、まあ、20代の前半とかちょっと自分の将来何がやりたいのかっていうのをなかなかこれだっていうのない人もいると思うんですけど、まあ、そういう人がいたとして、もしこの放送を見てちょっとボートレーサーになってみたいなって思ったとしたら、すごいそれはご縁だと思うし、それをやるだけの価値がある職業だと思います。それなので、レース場でお待ちしておりますので、もしボートレーサーになりたいと思って実際になった人がいたら僕に声かけてください。三浦選手ありがとうございました。続いて孫崎選手一言お願いします。はい、スポーツがやったことない方でも、ボートレースを見たことがない方でも、これをきっかけに多分私が何も知らなかったようにボートレースの中に入ればみんな親切に教えてくれるし、何でもできるので今からチャレンジしてみてください。ボートレーサーを北海道から目指してほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に河合さん一言お願いします。はい、今日はありがとうございました。今日のこの2人の、ね、こう意見だったりいろんな価値観がすごく、伝わった、こういうトークショーだったと思うので、ぜひ2人も言ったんですけど、ボートレースに興味をまず持ってもらって、本当に無限の可能性があると思いますので、北海道からこうボートレーサーが出ることを僕も祈っていますし、ぜひ、ね、これを配信を見て興味を持った方はボートレーサーを目指して頑張ってください。河合さんありがとうございました。
そして今回動画をご覧いただき、ボートレーサーという職業に興味を持っていただいた方は、YouTube の概要欄に貼ってありますボートレーサー募集サイト内でボートレーサーの募集要項をご覧いただけます。ぜひこちらもチェックしてみてください。以上で配信は終了となります。最後まで皆さんで手を振ってお別れしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。待ってます待ってます